さあゲートインが始まりました。安田記念ペース、例年ペースは速くなります。前半の3ハロンが34秒台、4ハロンは46秒台で大体通過していきますが、さあ今年はどうか。16頭の枠入りが間もなく終了いたします。ゲートが開いてスタートが切られました。揃った見事なスタートを見せました。外からナルシスノワール、安田隆行が見事なスタートを見せました。インコースの方からは1番のマイスーパーマンもやってくる。マイスーパーマン、さらには雪のサンライズ、そしてシンボリガルダも前に行きます。シンボリガルダも前に行く。さあそしてその後ろでありますが、6番のレオプラザ、さらにはゼッケン番号8番のワイドバトル、内側からはラッキーゲラン、さらには大宅ヘリオス、4番の第一ルビーはここにいます。第一ルビーはここにいる。そしてその後ろに、その後ろにややかかり気味、ややかかり気味、バンブーメモリー、ちょっと手綱を抑えきれないか武豊。バンブーメモリーはやや先端の方に近づいてまいりました。光るダンサー、そして3番のプリティハット、そしてメインキャスターがいて、桜北斗は後方から、その向こう側からグリーンの帽子、はやぶさ王冠も行っています。さあバンブーメモリーは現在中段、バンブーメモリーは現在中段であります。34コーナーの中間点です。さあ大木焼の向こうを越えていきました。大木焼の向こうを越えていきます。ご覧のように長い展開になりました。シンボリガルダが先頭に立っています。雪のサンライズ、そして1番のマイスーパーマンであります。まだバンブーはこの中には入ってこない。さあ中段よりやや後方、でバンブーメモリーは直線に入ってきた。先頭はシンボリガルダ、シンボリガルダ先頭で 400m のハロンポールを通過します。そして雪のサンライズ、さらには一番外から大宅ヒリオス突っ込んでくる。大宅ヒリオスがまだの真ん中を割って先頭に立った。大宅先頭だ。さあバンブーはまだ来ないか。さあ先頭は大宅ヒリオス先頭だ。大宅ヒリオス、バンブーは馬場をこじ開けて、馬群をこじ開けて内の方から突っ込んできている。大宅外から第1ルビーバンブーは内から第1ルビーかわした。いい着でゴール。第1ルビーです。一番人気のバンブーは内をついてきましたが、さあ果たして大宅をかわすことができたかどうか。